日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日は東京について多分二回目はい皆なさんこんにちは日本語コンテペイの時間です元気ですか元気いっぱいですか元気がありまってねふふって感じですか それとも元気がなくてしょんぼりって感じですかしょんぼりねしょんぼりってなんかこう小さくなってですね元気がないような音音音音とかこと人のことをねしょんぼりって言うしょんぼりしてるね例えばど何？てっぺいくんそんなにしょんぼりしてねしょんぼりしてっていうのはこう元気がなさそうにねうん僕は元気ありますよね今日元気いっぱいです あの体調いいですね体調がすごいいいですなんでかなよく寝たからかな、ね、それとも少し、えー、前向きになってきたからかそうどうなんでしょうね前向きになっているね前向きになっている少しこうポジティブになってきたんですかねうんまあ今日のタイトルにもありますけど「東京」ですね「東京」あのー「東京」のことを考えるとね僕はポジティブになってくるんですね はい、それぐらい東京が好きなんですね。えー、皆さんもご存知の通りですね。えー、まあ、長く聞いてくれてる人はご存知の通り、僕はあ東京出身じゃないんですね。僕の出身は九州、ね九州ね、九州ってとこです。九州っていうのはあのー、まあ、行ったことある人、ない人ね、いろいろいるかもしれないですけど、えー、南の島ですね。ね島 っていう感覚は正直言って、あの日本人にはあんまりね。九州が島という感覚はないです。なぜかというと。まあ日本全体がまずあの島なんですけど、あの本州、えー、本州ね。本州っていうのはメインのあの東京とか大阪があるところ本州でね。本州、そして九州。そして四国。そしてあと北海道ね。北に北海道があります。あのー、そのことをね。島って考えてないんですね。 島と思ってないんですねもちろん日本は島国日本は島国って言うんですけどあ実際あの感覚としてはないです島っていう感覚、うん、全部島だからね島っていう感覚なくてそれで島って普通日本,日本人が島っていうとあの小さい島小さい島がたくさんありますね日本には小さい島がたくさんあってでそういう島の出身のことをね、えー、出身の人は あの僕は島の出身例えばあのう、ー、んの子かなあのー、僕島のこと島のことあんまり知らないですね島のことあの小さい島が本当にたくさんあるんですよ長崎のあたりとかあと瀬戸内海ね淡路島じゃ淡路島淡路島淡路島っていうのは神戸からね、えー、少し行ったところにあります淡路島。 で例えばそこの人とかは、まあ、僕は島出身ですねあどこですかあ淡路島ですね例えばまあ淡路島も大きいのでなんか島って気はしないですけどまあとにかくね島ってそういうことですよ小さいところだからね九州の人が僕は島の出身で例えば僕がねあ僕島の出身です九州って島ですちょっと違和感がありますね九州って島って感じじゃないですねちょっと大きすぎてはい。 まあちょっと話が逸れましたが、えー、僕は九州出身です、うん、だから東京じゃないんですね東京は遠いんですね東京に初めて行ったのは僕が18歳の時18歳の時に大学生になりましたなので大学にね行くため大学に通うために東京に一人,人で出たんですね一人暮らしを始める、えー、結構多いですそういう人ね あの僕が今住んでいるスペインではちょっとね18歳で1人暮らしっていうのはね珍しいらしいですね。アメリカとか、まあ、イギリスでも結構よくあることなんですけどスペインではですね結構ねみんな家から家からね、えー、通える範囲の大学に行く人が多いね。ねあとはまあまあいろいろな理由はあると思いますいろいろな理由はある。 一人暮らしをしてもねあの家の近くに住んだりするんですね家の近くに親のね両親の近くに、えー、アパートを借りて、ね、ピソピソって言いますスペインだとねピソを借りて住むでね毎,毎週ね毎週週末には、えー、実家に帰るんですね親と一緒にね食事をしたりまあ僕からするとちょっと変ね僕からするとちょっと変でスペイン人からすると僕の方が変 ね、そんな感じ <laughs> 僕が変と思うのはあのまあ親というのはですねすごい大事ですすごい大事すごい大事だけどまあその一度はやっぱりね出たくなるっていうのは家から出て親とね距離を取りたくなるっていうのは僕はね僕にとっては自然なことでした僕にとってはでそういう期間があってこそあってこそね えー、やっぱりね親親,親に対するねあの愛情というか親に対すするる感覚が変わるんですね僕も初めて18歳で東京に出て初めてねあの親という、ね、存在を、ね、再確認できたんですね。親というのはどれだけあの自分を、ねえー、ケアしてくれていたのか、ね、本当に毎日毎日お母さんはですねうち,うちの家ではお母さんがですね母親が。 毎日ご飯を作ってお父さんは何をしていたかというとお父さんは働いて、ね、よ,くあるよくある日本の家族ですよお父さんは毎日毎日働いてお母さんは毎日毎日、えー、家事をして、ね、うちの母親はあの働いてましたけど途中からあの専業主婦になりました、ね、なので、えー、まあ本当にご飯を毎日作ってくれ。 まあうちの家の場合はおじいちゃんおばあちゃんもいたのでねおばあちゃんはまだいますよおじいちゃんはちょっと亡くなってしまいましたけどえおじいちゃんもいてね大家族でね姉もいるんでね大家族6人家族で住んでて初めてね東京で一人暮らしを始めたんですそうするといろいろなことに気が付きますあの家族のね大切さねそして一人の寂しさ まあ正直言ってですね <laughs> ここでちょっと正直なこと言いますけどあの寂しさは僕はなかったですなかったね僕は嬉しさの方が大きかったやっぱね僕があの生まれ育った場所はすごい田舎で本当に田舎だったんですね、まあ、今でも田舎だし今,今でももう本当に何も変わってない田舎ですけど、まあ、コンビニぐらいはできたんですが車がないと何もできないようなね田舎なんですけど そこで生まれ育って特にあのティーンエイジね思春期を迎えるともうフラストレーションがすすごいんですよねあの僕はそんなにね悪いことをしたりはしなかったけどでもやっぱりタバコを吸ったりねお酒を飲んだりしてまあお酒はたまーにですよあでもちょっと飲んでましたね高校3年生とい <laughs> それでまああのちょっとですねやっぱりストレスがたまるんですよ。スストレスの理由もねあの大学に行って で、東京に住み始めてからやっと気づいたんです。うん、それはですね。やっぱりまあ、あのー、やりたいことが全然できなかったんですよね。うん、自分のあのー、故郷にいた時はね。故郷にいた時はやりたかったことで、何がやりたかったかというとやっぱりね。僕はただ単に文化的な生活がしたかったんです。文化的な生活ね。 文化的な生活がしたたかっただけなんですそれ,をそれに気がついたんですよね。で東京に行ってですね僕が何をしたかというと大学に行ってで大学で友達ができます、ね。じゃあ僕が大学の友達と何をしていたかというとまず音楽、ね、音楽にハマります。もともと音楽は好き,で好きだったんですね。もともと音楽が大好きでした。ででもねやっぱ大学で会う 友達たち、ね、東京出身の友達とか地方出身の友達もう日本全国から来ている友達、ね、そういう人と会うとしかもその中で,ですよ音楽に詳しい人、ね、そういう人に会って一緒にです、ね、CD を借りに行ったり CD を買いに行ったり、ね、借りたり買ったり、ね、その時はまだレンタルビデオ屋っていうのがあって CD を借りたり、ね、ビデオを借りたりする時代です。で CD をを借借りたり、りり。たたビデオを借りたり ね、あとは CD を買ったりねお金がある時は CD を買ったりアルバイトもしましたアルバイトをして使うお金は全部 CD 代そしてライブコンサート代ですねライブコンサートに行くねロックフェスティバルに行く、ね、フジロックとか毎年行きましたねそして、えー、バンドを作ってねバンド活動をするんですねバンド活動ねバンド バンドで集まってみんなで音楽を作って曲を作って曲をね育ててね育てる育てるっていい言い方ですね曲を育てるね何度も何度も練習をするうちにこう曲の形が変わっていくんですねいいようになるんですねそして準備ができた用意ができたと思ったらライブコンサートをするんですね渋谷の大きなところを借りてライブコンサートをするねそういうことを何度もしました。 でやっぱりそういう、ね、楽しい生活 <laughs> っていうか勉強,勉強してないじゃんってね大学生なのに <laughs> で勉強もしましたもちろん勉強もしました、ね、僕は経営の、ね、ビジネスの勉強をしましたでもねそれ以上に僕は、ね、やっぱり田舎でできなかったこと、ね、遅くまで遅くまで街を、ね、出歩いたりいろいろなもうもうす全て初めて、ね、全て初めて初めての経験ばかり、ね、こんなにたくさんライブハウスがある。 こんなにたくさんクラブがある、こんなにたくさん音楽がある、こんなにたくさん日本中の音楽、世界中の音楽が手に入る、ね、渋谷、下北沢、高円寺、ね、そういうところにあるレコード屋を回って、ね、僕はその時アナログレコードも集めてたんで、ね、アナログレコードを買って、ね、家でかけてで、いろんな人にまた会うわけですよね。うん、であとはファッション、ね、ファァッッシショョンンも あの東京にしかないブランドねその時は原宿にねたくさん東京にしかないブランドが集まってましたねで東京にしかないブランドもあるし世界中のブランドが表参道そして青山ねその辺に集まってもうねファッション、えー、ファッションねその洋服ですねあの古着も古着ね、えー、まあ古着っていうとちょっとなんか。 響きは良くないんですけどまあアンティークねこう、まあ、よく言えばアンティークのね、えー、悪く悪く言えばただ古い服 <laughs> でもそんなことないですよただ古い服じゃなくてこうまあヴィンテージですねヴィンテージものの服そういうのがたくさん東京には集まって、うん、あと食べ物とかねカフェとかあとね、うん、そのカフェも東京のカフェはねもう本当に僕の田舎にはないようなねあのコンセプトを持ったカフェ。 ね、例えば本当にジャズジャズ喫茶ねジャズの流れるね喫茶店ジャズの流れるカフェもう本当に古いジャズ喫茶がねまだまだたくさんありました今はね少しねそれ以来僕が大学生の時からもう15年経ってますなので15年以上ですね僕が大学を卒業してから15年僕が大学に入ってからはもう20年近く経ってますその間に有名なジャズ喫茶ね ジャズのかかる喫茶店もだいぶね、えー、閉まっていきました閉店していきました、えー、レンタルビデオねレンタルその CD ですね CD 屋さん人防町にあったジャニースっていうね、えー、お店も閉,ま閉店しましたそれはねちょっと最近の話ですで僕がよく行っていた下北沢のジャズ喫茶雅子ねそういう、えー、ジャズ喫茶も閉店しました。 とにかくですね、えー、東京はどん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 変わっていったんですね。うん、で僕は大学生の時にや,やっぱりそういう文化的な生活ができました。それでいてねそれでいて文化的な生活ができてでねであの全然自分そのまあ僕みたいな人たちがたくさんいたんような気がしたんですね。<laughs> でまあい,い,い,いたんです実際ねいたんです。でね でででちょっと話はあの飛躍飛躍っていうかちょっとあの時間はね時間がちょっと、えー、過ぎるんですけど、えー、僕はロンドンに行きね、えー、大学を卒業してまあいろいろねそう音楽活動とかしながら僕はね文化的な、えー、ことを活動をしながらね生活をしますねその間に、えー、ルームシェアとかをしてねあとは外国人の友達とかもたくさんできてですね東京のその今度は 国際的なあ国際的なねもういろいろ,いろいろな外国人に会うそこで東京のねそういう一面を見ます国際的な一面インターナショナルな、えー、面を楽しみますそしてですねやっぱり海外に出たいと思い、ね、その間にバックパッカーとして東南アジアインド、ね、あとオーストラリアねいろいろなとこを旅行しますそしてね僕のもうフラストレーションまたたまってくるんですねフラストレーションが。 僕は高校生の時に東京に行きたい、東京に行きたい、東京に行きたいと思っていたフラストレーションのように今度はね東京に住みながら世界を見たい、ね世界を見たけどヨーロッパに行きたいと思ったんですね、ヨーロッパに、ヨーロッパに行きたい。そしてまずね僕はスペインに行ったんです。スペインに行ったんです。<laughs> ですねまあ、そこでいろいろありまして、えー、僕は今のね、えー、奥さん、今の妻に出会いますすそして、えー、一緒ににですねロンドンド行きます。 まあちょっとパパッと今話しましたけど、まあ、まあそこにもいろいろあるんですがまあまあいいでしょう今日話したいことは東京ですからちょっと東京につながるようにね話しますで、えー、僕は、えーとえー、ロンドンにね、えー、それから3年近く、えー、留学をしますねだから学校に行くんですね、えー、英語を学び学び直すために学校に入りましたそこでねもうロンドンでロンドンは楽しかったですね 大変だけど楽しかった。うん、東京と同じですね大。大変だけど楽しかった、ね、大変なこともあるけど楽しいことの方が多い。ね。いろんな人がいて世界中からいろいろな人が集まっていろんなことをしてる。ね。そのロンドン夢を見てねみんな夢を見て生きているそんな都市それがロンドンでしたね。僕にとってはね。僕にとっては。 あの意見ですパーソナルなねすごい個人的な意見です人によってはロンドンなんてもう最悪東京なんて最悪、ね、そういう人がいると思います特にね田舎が好きな人はそういう傾向にある、ね、田舎が好きな人はあの都会が嫌いな人が多いんですね僕は逆なんですね僕はね田舎に長く田舎で長く生まれ育ったから 田田舎舎が苦手なんです、ね、田舎苦手手ななんんでですすねねっていうかもう田舎は十分なんです、ね、僕は田舎の、ね、いいところ悪いところ、あのー、悪いところの方がね特に <laughs> 覚えてるのでまあ全部が全部嫌なわけじゃないですよいいところもありますね <laughs> でも僕はあのと都,会で都会に住んで田舎に遊びに行った方があの田舎に住んで都会に遊びに行くよりいいと思ってるんですね。 だから僕は本当に田舎にね両親が住んでいて田舎にね家族や友達がいてう嬉しいです田舎に帰る場所があるからね遊びに行く場所があるからでもね田舎に住もうとは思わない、ね、僕は東京でいいあ東京でいい今言いましたねそうそうなんですよだからロンドンでしばらく過ごして今度東京に戻った時に今度はね僕は東京の違う側面を発見しますこれがですね大学生の時は僕は文化的な 東京そしてそその後インターナナショナルな東京を発見ししますそしてロンドンから戻って僕はですねビジネスを始めるんですビジネス、ね、英会話学校そして語学学校語学教室を始めましたその時に東京のねそのまあオプチュニティ <laughs> 東京のその何て言うか経済のダイナミクスこれに気が付くんです あの僕のところにね僕の教室に来てくれる生徒さん本当にいろいろな仕事をしてあの成功している人、まあ、成功してない人もいますけどいろいろなまあでもみんなねいろいろな仕事をして生活をしているわけですそこであの東京のねその、まあ、ビジネスとしての面を発見します。そしてあの僕自身もでですねね東京でねあの もうお金を得るわけですよ <laughs> お金を得る,お金を得るまあ,ある自分のね使いたいお金使いたいお金を東京で得ることができました使いたいお金なんか変な言い方ですねでもすごい楽しめる範囲でのねお金そんなねミリオネアとかじゃないですよそんなんじゃない全然そんなんじゃないでもね生まれて初めてと言ってもいいぐらい、あのー、自由にねできるお金が手に入ったんですね そして、まあ、いろいろありまして <laughs> いろいろあってというのは、まあ、単純にです、ね、子供ができたということなんですけどまたヨーロッパに戻ってきました、ね、7年間東京で過ごした後、えー、ヨーロッパに今いますで今ヨーロッパにいてスペインにいて3年間が経ちますそこでねまた思うんです東京に戻りたい東京に戻りたい理由は2つ1つ目はやっぱりね その経済規模ですね経済規模東京ほど経済規模のあるところにところでビジネスをしていた僕としてはですねあのバルセロナはちょっとね、うん、なんかこう夢が持てないんですよねだから東京に行ってもう一度仕事がしたい東京に戻って仕事がしたいそしてもう一つもう一つの面は文化的な生活がしたいでもちろんねバルセロナってすごい文化的なんです でもねこれ違う文化なんです。違う文化 <laughs> 僕が言ってるのはポップカルチャーです。僕が言ってるサブカルチャーです、ね。僕は変なものが好きなんです。ね、奇妙なものが。ただね、気になる人はあ東京に行って、日本どこでもあります。ヴィラッジヴァンガードという、ね、お,お店があるんです。そんな感じの生活。<laughs> バルセロナにないんですよ。バルセロナは、ね、ないんですね。まあ それではみ皆様また、<laughs> チャオチャオストレーゴ